ようございます。今回のゲストは、はい、いつもとは一味違います、はい、野球界から岡島さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。まあ、ほぼ初めましてなんですけど。そうですね、一回ね、ゴルフ番組で一回会いましたけども、はい、そのままスカウトして、はい、初なんですよ、リンゴルフ男性ゲスト一人で出られるのは。いや今日本当楽しみにしてたんですけどね、ちょっと体調がねあんまり良くなかって、はい、あんまりゴルフがねやれてなかったんですよ。いいですか、はい、ね、でも今日ちょっと楽しみにしたので、はい、頑張ろうかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、まあちょっとね北風ビュービューらしいです。今日寒いですね、こんな格好でちょっとね、はい、あれですけども、ボコボコですけど、はい、ちょっと楽しくね、そうですね、頑張っていきたいと思います。はい、はい、で岡島さんは、はい、京都出身。京都です。はい、でサウスポーなんですよね。左ですね。ゴルフも左です。右です。あ、ゴルフは右です。で、そうなんですよ。面白いでしょ。面白い。なんでやっぱり日本にいる時って、はい、ゴルフクラブがあまりなかったんですよね。はいはいはい、でゴルフのコース的に右打者のコースがなってるらしくて、うんうん、なので右のクラブにして、でアメリカ行ったら左のクラブ多いんですけど、日本の場合はね少ないんですよ。そうなんですか。なので左、打席も少ないですね。そうですね、だから左利きの人で右の打ってる人って多いですよ。はい、逆に言えば両方打てるってことですか。打てますね。すごい。だから打てないところとか行った時は左でね打てるんで、はい、本当だったら左のクラブを1本入れといて入れとけばいいんですけどね。じゃあ今日はそんな岡島さんと一緒にラウンドしたいと思います。はい、よろしくお願いします。寒い今日は。あれ持ってこなかったから寒いな。ダウン。バンカーにないでしたっけ。そうですね、まあ左側のバンカー、グリーンの手前のバンカーの方向を狙いで行ってます。全然左行きましょう。ドンマイです。OB ですね、これ。いつ頃から始めたんですか。始めたのは、うんうん、プロに入った時に農会だとかそういう行事があるので長いんですけど、やっぱりオフシーズンしかできないんですよね。野球シーズンってやっぱりそうですよね。シーズン中はできないので、うん、まあやってる人は、まあ、メジャーの人はいると思うんですけども、日本の人ってあんまりできないんですよ。あんまオフでなんか寒い時期に。そうです、この時期しかできないんで、だからあんまり真剣にやってなかったですね。はい、じゃあもう真剣に取り組んだのはもう本当最近。そうですね、辞めてからまあ3年になるんですけども、2年前にクラブを買い替えて、っていう感じで、だからそこまではもう全然集中してやってなかったですね。じゃあもうイベントだけっていうか、はい、そうです、そうです、コンペ、そうですね、はい、って感じですね。
で。おお、ナイス、ナイスボギーです。よかったです。ラッキーボギーですね。ナイスはしっかり、はい、よかったです。巨人の選手会農会って言って、その最後そのみんなでこうゴルフコンビみたいなのあるんですけども、はいはい、その時にベストスコア、はい、いくつか出して70、すごい、70ね、4とか5じゃないですかね。それでその時原さんとかいたんですよ、の人たちよりもいいところに良くて、で優勝しましたね。そこが一番良かったですね。その時は結構ゴルフ楽しいなとか、いや、やっぱりあの練習しましたね。僕に練習場所あるじゃないですか、うんうん、あのユミランドの中ってそこで練習させてもらってて、結構コース回ってっていう時ありましたけどね。2ヶ月しかないですからね、そのオフのシーズンが。そっか、2ヶ月しかゴルフできないですもんね、はい、その時にもうね、やってましたね、結構ね。話してた、うん、まあ、ベストスコアはその時出た、はい、74とか5とか4とかじゃないですかね。確かでもそれから70代ってあんまり出てないです。出てない。今やっとできるようになったけど、 その時があの一番良かったですね。そんなあの振らなかったんで、ね、コンパクトにこう、コンパクトにこう、もう置いてこう置いてこうみたいな。そうそう、もうやっぱり周りの人に迷惑かけたら困るっていうことで振らなかったんで、だからまとまってましたよね。はい、すごい、そんな初めて。結構もうその何年前ですかね、15年ぐらい前とかじゃないですかね。ドライバーが割れるんじゃないかぐらいの、まあ、隣のポールだ。でも斜面だけど隣ですかね。なんか思いのほか飛んでるんで、そう、なんかもう初速がすごい、はい、野球だとこう投手、はい、投げる投手、はい、人としてこう活躍してたじゃないですか、はい、ゴルフのフォームと、うん、野球 の投げるフォームとかって、はい、結構こうなんか似てるようなところとかってあったりするんですか。まあ
打つ人だったらね、分かるんですけど、ピッチャーなの で、うんうん、で投げるのも逆じゃないですか、うん、右左あって右左ですよね。 でもその感覚的にアプローチの場合は似てるかなっていう。へえ、アプローチはどういうところが感覚がその寄せですよね、その距離感とかを、うんうん、その自分の体のタイミングで、うん、なんか救急車来たんですけど、救急車、ゴルフ場でちょっと救急車が来てくれて、ね、いやびっくりしました。初めて見たんですけど。いや僕も初めて見ました。なんか前の組の方がちょっと倒れられたらしいので、ちょっとこのホール飛ばします、うん、はい、わかりました。びっくりしましたね。皆さんちょっとこのホールなくなりました、はい、なくなりました。ちょっといつもと違う感じで、ちょっとおしゃべりしながらね。いや大丈夫ですかね、心配ですよね。でも意識ね、うん、戻ってなんか今、はい、ちょっと良くなってるとは言ってたんで。どうしたんですかね。どうしたんだろう、寒さとかですかね、この気温差っていうか。気温差と体調悪かったんですかね、野球だからね、打つ人はやっぱり飛距離がすごいあるんですけども、うんうん、その寄せとなるとその感覚ですよね、うん、まあ、ピッチャーはやっぱり指先の感覚でこのストライクボールをこう投げ分けるんですけども、そういうのってやっぱりアプローチとかパターが関係してくると思うんで。じゃあ割と小技は得意なんですか。まあ、得意な方ですね、寄せはね。パターはちょっとねあんまり良くないんですけども、寄せはなんとか自分なりにこうできるかなって感じですけどね、はい。まあ、でもその、まあ、アプローチ、はい、パターが結構、うん、その投手としては結構近いものがあるんじゃないかな、はい、みたいな。そうですね、やっぱりそういう感覚っていうのはやっぱりね、いいんじゃないかなと思います。パターの人より投げる人の方が上手いってイメージですよね、ゴルフ。最終的に飛ばしなんぼじゃないですね、ゴルフって、はい、だから寄せが大事じゃないですか、はい、だからそういうのがやっぱピッチャーの方がいいのかなっていう。でも野手でもね、上手い人やっぱ原さんとか上手いじゃないですか。いやすごいですよ。すごいですか、はい、飛距離もありますし、正確なコントロールもされるんで。だから原監督もうまいですし、まあ、そういう野手の人でもやっぱり古田さんとかね、うまいですし、うん、まあ、上手い人はうまいですけど、うん、でもやっぱり飛距離を求めてる人はやっぱり曲がりますよね。曲がりますね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ行きましょう、はい、行きましょう。風がもうちょっと来るかなと思った。ナイスです。すごい。あ、でかい。大きいですね。ねえ。ウッドは昔から使ってるのがすごいいいんですけど、はいはい、アイアンがなんか何打っても、うん、なんかいまいちだなっていうのがちょっとあって、うんうん、はい、でなんかこの間計測したピンのその。G700 って、はいはい、それにされたんですか。でも借りてます。あ、激ムズアプローチ。楽しいですよね。なんか解くのはなんかもういいかなみたいな。解くのある程度もう来たらね、もう限界もあるし、はい、だったら、うん、そこから、そうですね、散らばったとこからのどんだけパーが拾えるかみたいな、うん、ワンパット圏内にね、はい、持ってくるのが一番いいですよね。